山陽食品札幌一番ソース焼きそば、揚げ麺に液体ソースと青のりがついています。麺は幅 2.5 ミリで、日清焼きそばと比べて若干太く、ふくよかでしっかりした舌触りです。表面は少しベタベタする感じがあり、やや鈍重というか、よく言えば重厚感があります。量も明らかに多く、食べ応えがあり、これ一食で十分な満腹感を得られます。ソースは液体ソースらしい滑らかさと油っぽさがあります。また、日清焼きそばのような醤油や和風っぽさを感じるあっさりしたものではなく、明確にソースの味と香りがあります。屋台で売られる焼きそばに近い雰囲気を持っており、力強さとか少しジャンキーっぽさが感じられます。とはいえ、最近のカップ焼きそばのような過剰な演出はないので、日常の生活の中で普通に取り込めます。青のりは意外に地味です。山陽食品には粉末ソースのアラビアン焼きそばもあり、好みで製品を選べるのが強みです。みんな大好きトントン。